メインのスマホ決まりました。どうも、こんにちは、コウキです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今日のね、トピックは、まあ、ちょっとメインスマホについてね、話していこうと思っているんですけど、まあ、先ほどね、メインスマホを決めましたってことを言ったんですけど、正直、まあ、今の段階では決めたっていう形で、ちょっと iPhone が来たらって思うと、まあ、まだ悩んでるみたいな形になってます。で、今日ね、撮ってる日が9月22日なんですけど、まあ、ついにね、iPhone 15 が発売されましたね。皆さんはどうでしょうか？もうお手元にね、届いてる方はもしかしたらいるかもしれません。まあぜひね、届いてる方がもし見ていたら、感想などで教えてもらえたら嬉しいです。で、話を戻すと、今僕はこの折りたたみスマホの Galaxy Z Fold 4をメインスマホとしてね、まあ1年間使ってきております。まあ簡単にね、どうだったかというと、本当満足以上の満足っていうものを味わえてますね。まあなんですけどね、まあこの前回の動画でもちょっとね、お話しさせてもらったんですけど、iPhone 15 Pro をね、買うことにしました。で、まあ、ここでね、問題になってくるのが、先ほどからちょっと言ってるように、まあ、メインのスマホをどっちにするんだっていう話なんですよ。で、まだ、まあ、僕の手元にね、iPhone 15 Pro が届いてないので、まあ、現段階での話になってしまうんですけど、今回ね、話していこうかなと思います。まあ、参考程度でね、見てもらえたら嬉しいかなと思います。それではね、早速やっていきましょう。それではね、早速やっていこうと思うんですけど、まあ、先に結論から話しちゃいますと、まあ、現時点で僕が今後ね、メインで使っていこうと思ってるのは iPhone 15 Pro じゃなくて、こっちの Galaxy Z Fold 4をメインにして引き続き使っていこうかなと考えています。まあ、もしね、Z Fold 4以上に iPhone がいいなと思う場合もあるかもしれないので、まあ、今の段階では Z Fold 4と話しておきます。で、じゃあなんで、まあ、Z Fold 4をメインにするのかっていう、まあ、理由がね、まあ、簡単にね、2つあったので、まあ、今回紹介していきます。で、一つ目は、まあ、スマホとタブレットの両方の、まあ、使い方ができるからですね。まあ、これはね、やっぱり折りたたみスマホだからこその、まあ、醍醐味の部分でもあるかなと思います。まあ、やはりね、僕みたいに日頃からエンタメ系を見ることだったり、まあ、仕事をね、タブレットでもしてる方にはおすすめなんですけど、まあ、その中でも特に、まあ、おすすめしたいのが、今現時点で、まあ、iPad mini ユーザーの方は、この Galaxy Z Fold 4というか、折りたたみスマホをね、ちょっと激推ししたいなと思います。その理由に関しては、ちょっとこちらの動画で話しているので、ちょっとね、見てもらえたら嬉しいです。僕もこの Z Fold 4を、まあ、愛用する前までは、まあ、iPhone と iPad mini と MacBook っていうね、三種の神器を崩したことがなかったんですけど、まあ、この Z Fold 4を買ってから、それ以上のね、使い心地だったので、やっぱりね、こう考えると、ちょっと、折りたたみスマホから離れるってことがね、なかなか考えられなかったんですね。で、特に僕なんかは移動が多い人間なので、まあ移動中にね、やっぱりエンタメ系というか読書を楽しんだり動画見たり、まあ企画書とか、まあ今後のね、舞台のスケジュールとかを見たりすることが結構多いので、確認作業が多いので、まあ、やっぱりね、それを大画面で確認して作業できるっていうのは、やっぱこの Z Fold というか折りたたみスマホの魅力かなと思って離れられない理由のね、一つになっております。で、二つ目の理由はですね、これがポケットに入るタブレットだからです。まあこれはね、一番大きい理由になるんですけど、まあ皆さんはね、ちょっとこう思ったことありませんか？っていうことをね、ちょっと話したいんですけど、iPad mini が折りたためてしかも持ち運べたらいいのになって思ったことは多分一度はあるかなと思うんですけど、まあそのね、望みを叶えてくれるのが、この Galaxy Z Fold みたいな折りたたみスマホなんですね。やはりね、iPad を外に持ち運ぶってなると、まあ移動中とかだとやっぱりいちいちバッグから取り出さないといけなくなってしまいますし、まあ結局ね、混んでたりすると、やっぱりバッグから取り出すのめんどくさくなってスマホで済ませちゃうってことが僕、今まで結構ね、僕何度かあったので、そういうところもね、今まであったんですけど、まあ、Galaxy Z Fold 4を買ってから、愛用してから、その手間もなく、普通のね、スマホと同じようにポケットから取り出して、で、こうやって開いて、大画面で、エンタメをね、楽しむことができるっていうところも、まあメインをね、変えない理由になっています。で、この以上の2つがね、Galaxy Z Fold 4を継続して、メインのスマホにしますっていう理由なんですけど、まあ正直、これを超えてくる可能性があるのが今年の iPhone なんですね。なので、まあ実際に使ってみて、最終判断をしていこうかなと思いますので、ぜひね、そのやつも、まあ動画にしたいなと思っておりますので、
まあ、ぜひ、チャンネル登録なんかして、引き続き見てもらえたら嬉しいです。というわけでね、今日もこんな感じで簡単にだったんですけど、まあ、やっていきました。まあ、この動画ね、後期オリジナリーでは、普段からね、こういったガジェット系の話だったり、まあ、MacBook の話だったりしておりますので、まあ、少しでも参考になったら、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日もね、最後まで動画を見てくださって本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。後期でした。バイバイ。